本日私から2点ご報告がございます1点目は明後日の26日第74回全国植樹祭に出席するため岡山県に出張いたします、えー、本年の全国植樹祭は <laughs>「晴れの国光で育つ緑の心」をテーマに開催され天皇皇后両陛下のご臨席を賜ります この全国植樹祭を契機により多くの方々が森林に関心を持っていただくことを期待しております詳細はこの後プレスリリースいたします2点目は本日の閣議において令和6年度から5年間を計画期間といたします森林整備保全事業計画が閣議決定されました本計画は全国森林計画における伐採や 造林の計画量に基づいて森林整備事業と地産事業の目標や成果指標等を定めるものであります全、えー、計画からの主な変更点として花粉発生源対策に係る新たな成果指標として、えー、花粉の少ない苗木による植栽面積を増やすといった指標を設定していることが挙げられます 今後この計画に沿って森林整備事業と地産事業を着実に推進してまいります。詳細はこの後プレスリリースいたします。本日私からは以上です。おはようございます。幹事社の時事通信高橋と申します。幹事社から一問お尋ねいたします。農林中央金庫がえっと二十二日えっと二千二十五年三月期の連結純損益が五千億円超の赤字になるとの見通しを示し。 1兆2000億円規模の資本増強を検討することを明らかにしました。あの大臣の受け止めとあの農林水産省としての対応があればお聞かせいただければと思います。よろしくお願いします。はい、えー。22日農林中央金庫はあ令和5年度末の経常利益が連結ベースで1342億円、令和6年3月末時点の自己資本自己資本比率は16.43%となった一方 今期、令和6年度でありますけれども、今期の通期決算につきましては、5000億円超の赤字を見込んでいるとともに、1兆2000億円の資本調達について、農林中央銀行への出資者であります、系統金融機関と協議を行っている旨、発表したと承知をいたしております。農農林林水産省といたしましまては、は、中央のの財務の健全性は 確保されていると考えておりますが、資本調達については決定されたものではなく、農林中央金庫を含む系統金融機関内部で今後検討されるものであり、コメントすることは差し控えます。その上で、農林中央金庫は農協等から預かった資金の運用収益を還元し、 系統金融機関の経営基盤を強化する役割を担っており、農林水産省としては引き続き、金融庁とも連携し、金融市場の動向を踏まえつつ、農林中央銀行の経営について、十分注視してまいりますありがとうございました。それでは他に質問のある方お願いいたします 日本農業新聞の北坂ですあの私から2点伺いたいことありましてあのまず1点目なんですけれどあの手前味噌で大変恐縮なんですけれど本市の農政モニター調査についてなんですがあの当社が4月下旬から5月中旬にあの農業者を中心に行ったモニター調査においてです、ね、あの基本法改正案で一番期待されることについて適正な価格形成という調査結果となったんですが。 この農業者からの期待に対する大臣の受け止めをお聞かせください、はいえー。食料の価格形成につきましては、農業者をはじめとする関係者の関心が寄せられておりまして、まあ、こうした現場の期待をしっかりと受け止め、法制、うん、化も視野に、えー、仕組み作りを進めなければならないと考えています。まあ、私からはその、はい ありがとうございます。もう1点なんですけれど今週衆院を通過しました育成就労技能実習制度の後継制度の創設を盛り込んだ法案についてなんですけれど政府原案から国会審議を経て修正が加わりまして地方から賃金の高い都市部への人材流出に対する措置を国に求めるような条文が加わったと思うんですけれど特に農水省所管するあの 農業、漁業であればあの人材が流出する側の,あの地方での,あの,その育成就労制度の利用者が多くなることが見込まれると思うんですがこういった措置に対してあこういった修正が加わったことについてあの受け止めと今後の対応方針等あればお聞かせください。はい 現在、法案審議中の育成就労制度におきましては、一定の要件を満たす場合に、同一業務区内、区分内で本人移行による転籍が可能とされています。今回の修正案に盛り込まれました内容についても、留意しつつ、転籍については計画的な人材育成の観点や、地方等における人材確保に配慮し、 外国人の人権保護、労働者としての権利性を高めることを通じまして、農業分野が外国人から選ばれる産業となること等を念頭に検討していく必要があると考えております。今後、政府内で具体的な制度設計を行っていく際には、農林水産省として、農業現場の声をよく聞きながら、法務省等の関係省庁と連携をしてまいります。 <laughs> はいあの。朝日新聞の加藤です。あの昨日ご存知とおり、あの食料供給困難時在対策法が衆院を通過しました。あの基本法とまあ同じ構図で野党の一部立憲民主国民が反対に回りました。あの一応不対決議で一応。 まあつかなりの量がついてるんですが、ちょっとあの基本法、まあ、大事な法案です、ね、いわゆるが、与野党、いや、一部野党が反対に回ったということで、非常に大事な法案ではあると思うんですが、その辺大臣、どう受け止めていらっしゃいますか。あの私の方としては、あのベストな形で、基本法についても、それからあの食料供給困難事態法についても、まあ、提出をさせていただいたところでございます。まあ、あとは立法府の方で まあそれぞれまあ修正も含めてまあ判断されたことでありますので、まあ、それはそれとして受け止めていかなければいけないというふうに思っています。